こんにちは、星徹子チャンネルです。今回は静岡県焼津に行こうと思います。それでは出発。ぼちぼち焼津に到着します。お父ちゃん、爽やかハンバーグ焼津店10時から予約開始みたいなんで、あそこは店に行かへんかと予約できへんな。爽やかハンバーグな。でも予約をしに爽やかハンバーグ行きます。知らんかったやんか。何？サンバ？11時開店のサンバ？お、わかりました。私たちがよく見てる YouTube の。そうやな、美味しいね。俺らの年代だったらあんまり来へんとこや。気づかへんとこや。渡辺夫婦の YouTube で初めてここ知ってんな。どんなところなんやろうと思って。ハンバーグごときにオーバーやなと思ってんけどな。でもここのハンバーグは一度も冷凍してないらしくて、らしいな、噂では。生のままそのまま焼いて提供らしいから、まあ、ちょっと久しぶりに食べようか、うん、これが爽やかハンバーグっていうのをね。そうやな。はい、じゃあもう11時になるからそろそろ行く用意するだよ、お父ちゃん。ええか、今日は戦いやで。じゃあ店内入るよ。いや、もう座ってはるわ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。私3番目やな。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。げんこつハンバーグランチを2つ。はい、例えばお飲み物がお選びいただけます。よろしければこちら上段と、下段の右3つから選べます。アイスコーヒーいけるんですか？アイスコーヒーでいいです。おかわりいけるんですか？ホットコーヒーだけです。あ、じゃあ私ホットコーヒーでしょ。はい。で、この農園サラダ。はい、ドレッシングが爽やか、玉ねぎ、シーザー3つから選べます。これ爽やかにしといていい？はい、爽やかドレッシングで。私はオニオン。はい。僕デミグラス。はい。焼き加減は肉汁たっぷりミディアムおすすめです。おすすめお作りして大丈夫ですか？はい。おすすめでお願いします。はい、スタンバイ。ジュージュー熱々作りたていただきますやて、お父ちゃん。体防御したよな、多分跳ねるから。そうやな。よろしければ取りたら。はい。ありがとうございます。サラダ食べとくわ。ああ。美味しいか。うん。楽しみやな。ハンバーグ。焼き上げの際、肉汁はねます。噛みますと片手で結構でございます。食べてお待ちください。またご試験してあげていきますので、またご飯も見てください。私はね、もう一度しますので、そのままお待ちください。こちらのハンバーグお待ちください。ハンバーグの焼き加減気になるところございましたらお買い上げください。お飲みいただいた方が食べてよろしいですか？あ、お願いします。そのままでいいですか？はい。はい。ご飯が出ますので、お気をつけください。ありがとうございます。かけるで。それをするんやったら別に今のお姉さんにかけてもらうねや。その YouTube 見てきたやろ。塩かけるの忘れたやろ。何を塩かけてください言ってんねん。まず一つは塩と胡椒をかけて食べる。知らない。あ、塩だけやか。あら、胡椒かけ。うわ、肉汁すごい。やってもらうの迫力あるよね。うん。どう？うまい。美味しいわ。塩コショウとか、肉の美味しさがすごい分かってるな。塩やろ。塩の方が。あ、美味しい。後から水の旨味くるわ。一個塩でいったな。卵焼き加減大丈夫でしたでしょうか？よかったです。ありがとうございます。お手お代わりできますのでお待ちください。はい、皆さん。ハンバーグ生っぽいのにいつも嫌がるけど、ここは全然いけんな。あの人が大丈夫って見てくれてるから。じゃあ私が大丈夫っていうハンバーグはなんで電子レンジで金製に半年前のソースとかでも使おうとするの。嫌なことする。大丈夫は大丈夫や。そんなこと言うからちょっとかけるわ。もうジューとは言わなくなったんで。全部割れます。美味しかった。お肉あげるやん。ソースたっぷり塗ってあげるから。たっぷりここでいい、うん、リサーチは必要やな、うん、美味しいものを食べようと思ったら、うん、半分は塩。知らん人おるかな、おってほしいな、見て思ってほしいな、みんな今頃かって言われたらいらんな。ちょうどこの1週間フェアにたまたま来てんな、うん、げんこつおにぎりフェア、意味わからんかったけど、げんこつは 250g、 おにぎりの大きさぐらいっていうことかで 200g、 そういうことやねんな。美味しかった。爽やかハンバーグさん、ありがとうございました。やっぱり美味しかったな。絶品やな。なあ、 YouTube でちょっとお勉強していってよかったね。何のお勉強かって言ったら、最初にソースをかけずに、まずは塩で食べてくださいと、半分塩で食べて、残りの半分にソースをかけて食べてくださいって。お塩すっごい美味しかった。あれはびっくりやわ。私はオニオンソースな、お父ちゃんはデミグラスソースかけても美味しいから、2度美味しい。美味しいな。サービスも待ってやしな。ところどころで乾杯乾杯って言ってるから、お昼からアルコール飲んでる人が自分もアルコールして乾杯かなと思ったら、乾杯ドリンクっていうジュースがあるねんてな。また次はそれを頼んでくださいって言いはったね。でも私は今回の後悔はやっぱり赤ワインを注文してハンバーグを食べるべきやったとちょっと後悔してます。次回は赤ワインと一緒にハンバーグを食べたいと思う。ここは牛肉 100% やもんね。それではお父ちゃん、ちょっと待って、俺も言ったことある。何言いたいの？思い出した思い出した。子供の頃のファミレス思い出してな、嬉しかった。小学校とかお父さんのお給料日に外食をするっていうあの頃の幸せ。今はなんかどこのファミレス行ってもガラガラやもん。店員さんもいっぱいいてな、店員さんの数はすごかったな。すごいな。で、私ら担当店員さんっていてはるもんな。でちゃんと会計の時は来はるやん。そうや、あれ絶対来はるな。そうやな。2年前に違うところで行った時も、その時の店員さんが「どうでしたか今日は」っていうのを聞いてくれはんのんな。あれやっぱりあれがさ、次回も行こうっていう気になるわな。あ、効率化されてしもたな今は。もうあんな珍しいな。そうやな。読んでも読んでもピンポンだって。だからピンポンなかったやろ。ちょっと喋りすぎやからこれぐらいで。皆さんおすすめですよ、言ってくださいね。はい、それではお父ちゃん、次は駅近黒潮温泉、今日の車中泊スポットになります。そこまでお父ちゃん、安全運転でよろしくお願いします。はーい。はい、真正面に見えてきました、駅近温泉黒潮さん。はい、で、こっちはですね、トイレとか洗面使う場合ですね、はい、こちらのね、札の方をかけてもらって、それを取り声かけてもらえれば、中の方ね、入れますので。わかりました。今日はね、こういうふうな1時間、2時間、3時間、フリータイムの形になってるんですよ。通常でしたら1時間コースとかでお風呂で入ってもらって、で、お風呂だけではそれで終わりって形なんですね。近くまで館内のね、ご利用時間の料金って形になってますので、一旦車に戻って、もう一回戻ってくるっていうことはできないんですね。そうですね、うん、そうなっちゃいますね。車中泊がね、またね、これとは別だもんですから。別か。そうなんですよ。で、例えば今日本日ですとね、2900円で500円の食事券がついたこのロングステイパックっていうのもありますので、かける2人分になっちゃうんですけど、例えばこれで入館し直しますと、こっちやめてこっちにしますよっていうと、館内の方で朝の9時まで滞在が可能というような形なんですよね。すいません、そしたらありがとうございます。はい、じゃあね、車の方ご案内します。こちらのね、P6 の方ですね、信号曲がって左ですね。はい、わかりました。はい。焼津観光協会の方に聞いて、市役所の展望ロビーから富士山が見えるというのでお邪魔いたします。うわあ、すごい。富士山あれ？うん、違うやろ。こっちじゃないんちゃう？向きが。これは焼津港の方やから。はい、7階行きました。ただいま焼津市役所展望ロビーにやってまいりました。観光協会で今日は天気がいいので富士山が綺麗見えるんではないかと聞きましたのでやってまいりました。あ、ほんまや、富士山見えた。見えた。ちょっと天気が雲が。左からこういう感じやね。富士山がここに見えとります。肉眼の方がはっきり富士山。割とかっこいい富士山見えるよお父ちゃん。雪の筋ができて、こっちは何が見えるのかな。うん、慣れたら絶対山がそこにもうあるもんな。結構歩いたね、焼津の街中を駅まで歩いたし、歩いたらいろいろ分かりやすい。分かりやすいな、市役所まで歩いたし、街の感じが分かるな。うん、一旦ちょっと黒潮温泉に戻って、温泉に入りましょうか。今から5時のおやつです。堪能してください。近くのウェルシアで買ってきた。うん。ここ駅まで1分。1階はウェルシア。3階がキオスクか。2階か。2階の、改札のところにキオスクやな。手前に無人ファミマ。無人ファミマにはアルコール売ってなかったな。その代わりウェルシアに重く売ってた。あ、そうなの。焼きそばから何から全部売ってたで。卵も、卵安かったで200円切ってたから。あ、そ安いな、それはな。ちょっと遊んでまったりもしたし、ぼちぼち温泉に行きましょうか。ここの温泉っていろいろプランいっぱいあるよね。1時間コースとかさ、2時間コース、3時間コース、フリープランと、今日平日やったからお安いプランとかもあったけどさ、もう食材買っちゃったしな。また次回そういうところを考えて買ってこなあかんな。そうやな。うん、はい、黒潮温泉さんお世話になります。はい、あ、大丈夫ですよ。無料でございます。すみません、いただきます。雑誌もいっぱいある。いや、お父ちゃん好きそう、絶対これ。車中泊、車旅、ヨギボー初体験。また熱の湯。熱の湯。うん。塩辛いやん。だから新たいの湯とかスプリング日吉とか、あの辺熱の湯。なんか説明の海水の半分ぐらいの塩が混ざってる。そうそうそう。だからな、体の芯まで抜くもんね。そう。汗出てくるわ。イーグル。サッカー。うちの家にもあったんじゃん、これ。めっちゃうまいね。わがままの、めっちゃいいやつ。桜バッテリーとか。そうね。これもなんか。イルミネーション見に行こうや。え？見に行こうや。寒ー。あ、寒なってきたな。ああ、ゆっくりできた。クリスマスシーズン以外に見るイルミネーション。なんかいい感じ。ちょっと自撮りしてみようかな。ちょっとぶらぶら焼津駅前を歩いてみたいと思います。いい感じやんか。もう足湯さんは終わっちゃってんねんな。16時までやったから。女子高生の女子トークのバーになってるな。駅から 1,2 分歩いたところの駅地下温泉黒潮さんで、ここを曲がりまして、本日の車中泊スポットはこちらになります。一番橋を車中泊スポットとして貸していただきました。お父ちゃんただいま。あれ、どこ行った？お父ちゃんさあ、ご飯は炊き出した？いや、今から炊く。今から炊く。お疲れ生です。阪神の平田ぐらいいけてるわ。新垣結衣ではないか。ないない。ないか。うん。心配しなくて。はい、お父ちゃん乾杯。お疲れさん。アルコールもでもないのに。本日のおかずは何ですか？茶碗蒸しだと。混ぜるやつがしてあるから。茶碗蒸しはこれ、うん、東丸、うん、きつね、何やった？たぬき、違う、きつね、月見、天ぷら、お肉、鍋焼き、東丸、うどん、スープ、うん、これ関西のコマーシャル。はい、はい、歌いながらやって。いや、そのせえへん。それを何本入れますの？半分ですよ。じゃあ今からお水300ですね。お水300。今卵入れたやろ。はい。東丸卵2つ入れた。東丸醤油入れた。こんだけ？そんだけやな。次具ですね。茶碗蒸しの卵液にでかまぼこね。それからお肉。これぐらい。ゆり根がなかったからね。それはゆり根な取り扱っておりません言われたな。でこれはちょっと茹でたエビがあったから茹でたエビ、もう全部いっちゃうで。いっちゃうか。4人前の分量やろ。いやちゃうやろ2人や。え2人の分量、あそう。まあほんならもうこんなもんでええか。ほんでそっから蒸しにかかんねんね、茶碗蒸しね。さっきお湯沸かしといてよかったよ、それで大丈夫な。で蓋するの。蓋はちょっと開けとくらしい。もう開いてる。大丈夫大丈夫開いてるわ。強火3分。強火3分。測りや。キッチンタイマーボーイ。あ、ボーイじゃない。キッチンタイマーおっさん。3分ね。中火で12分。はい。頑張ってくださいね。ちゃんと測った？うん測った今。オッケー。オッケー。いけてますか？男のロマンばっかり言ってるお父ちゃん。いけてると思うね。はい。おそらく。おそらくね。はい。今日はちょっとあんまりご飯は進まんけど。あ、そう。だってご飯と茶碗蒸しって進むもんがないから。とりあえず今日はね、これ、こういうの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 。ええね。今日はお昼に爽やかハンバーグも食べたし、明日の朝は朝ごはんだ。リッチ朝ごはん。ちょっと食べてみて。ちょっとだけでしぐった。うんまあ普通やな。今日は大丈夫です。よっしゃ。今日もやろ。今日もやろ。いや今日は茶碗蒸し大丈夫。茶碗蒸しがちょっと火加減が分からへんからな。いけてると思うんだけどな。全然あかん可能性もあるよな。そうやね。どうだろう。まださ酢入る方がまだええんちゃう。トロトロやったらいらんな、まだ水にしゃぶしゃぶやったら。オープン。いけ、いや、あかん。見た目はいけてんのじゃん。いけてるの、これ。ちょっとやりすぎるんかもしれん。刺してねえねな、なんか刺すねえな。で、何かついてくる。いや、あんまりせんといてんよ、茶碗蒸しや。ついてきてんのかいな。ついてきてない。あ、ほんで、まあ、ちょっとやりすぎ感はあるけど。あ、そうな。まあ、いいんちゃう。はい、食べましょう。ちゃんと見たできたな。まあ、今日はあっさり晩ご飯、はい、いただきます。味見ですね。もうちょっとでもゆるい方が良かった。中はゆるい。いけてる。熱いだけで、ちゃんと茶碗蒸しなってる。なってる。やっぱ半分でいいね、東丸。美味しい美味しい。できるいうことやな。簡単に俺でも。お父ちゃんでできるからな。何が。いけてるやろ。爽やかハンバーグほどじゃないけど。美味しい。めっちゃうまい。簡単でできるやん。お父ちゃんでもできんねんから、皆さん自信を持って作ってください。茶碗蒸し。美味しいな。自画自賛。めっちゃうまい。やっぱり冬はあったかめもいいね。今回おでんも考えてんけどな。おでんはまあぬくめるだけでもできるやつがいっぱい出てるからさ。柏は出てけんの。お父ちゃん知ってる柏っていうの。何？関西人だけやで。あ、ほら。鶏肉とか、鶏とか、かしわっていうのは関西だけらしい。あ、ほらや。おはようございます。今日も一日元気に参りましょう。駅近温泉黒潮さんの朝はこんな感じです。私たちは今日はここで車中泊をさせていただきました。現在5時半です。5時から7時まで朝風呂750円でやってらっしゃるので、今から朝風呂に行かしていただきたいと思います。こちらは23時間営業のお風呂です。7時から8時半までモーニングメニューやってる。ホットコーヒー無料やったんや。女性専用ルームご利用いただけます。何やってんの？た昨日の続き読んでんの。もう性格悪いのが主役やね。もう分かったって。かっこええねこいつ。スマートフォン充電器。フロントにて無料貸し出しいたします。悠々パークなので首からぶら下げて館内使用させていただいておりました。夜中もこれでトイレ大丈夫です。はい、今からこれ返却してチェックアウトしに行きます。わかりました。させてもらってありがとうございます。あ、そう、ちょっとゆっくりできました。また来ます。ありがとうございました。すみません。駅近温泉黒潮さん、ありがとうございました。ここは熱の湯って書いてたな、まだ。塩辛い温泉やったね。なんか焼津市って天然ガスが出るらしい。ほんでその天然ガスを掘削か。温泉が見つかったらしいわ。でそっからやから新しい温泉やな。昭和って書いてたし。最近熱の湯が多いね。熱いな。熱いことないねんて。熱の湯ってそういう意味ちゃうねんて。いつも言う抜けない結婚指輪は熱の湯は抜けません。トロトロぬめぬめ系じゃないとね。ここは抜けませんでした。でもね足がポッカポカなんねん熱の湯って。それでは朝ごはん、駅近温泉さんでも朝ごはんやってはってんけど、せっかく焼津に来たから、小川港魚菓子食堂さんに行こうと思います、はい、今日は土曜日なんで土曜日だけ10時からやねんで、他の日は7時から空いてはんねんけど、またそちらの方に目指してお父ちゃん安全運転でよろしくお願いします。はーい。なんかな焼津港ってな焼津と新焼津があんねんで、新総帥。どういうこと？新総帥。あ、魚菓子食堂さん。10時からしか空いてへんから、ちょっとここ9時から空いてんねんで、入館無料やし、行ってみようか。あ、買えることは買えるでお父ちゃん。新総帥。200リットルもいらんし。1トンとかどんなんこれ。200リットルってどんだけペットボトル持ってくる。新総帥新塩分を除いた。あ、やっぱり高い軟水って書いてるからコーヒーとかにもええみたいで、すごいまろやか。飲んでみる？駿河湾って深いの？どこの中だ？深いからちゃうの？駿河湾の深さはどれぐらいって開いてみよう。駿河湾の深さはどれぐらい？お父ちゃん。東京タワーぐらい。それ浅すぎる。そんなさ。もうちょっとちゃんと言って200mとか300mとか1キロ、それはないと思うで。ほら1キロって何本あるか。あ、違う 2500m で 2.5km や。あらら、すっごいな。すごい深いな。新総帥は表総帥と比べてとても綺麗だと言われています。それはまだ地球が人間によって汚されていなかった頃の水だからです。これ買わなあかんね。売ってくれはんの？あ、10リットルでいいやん。これから100円持てようかな。びっくりした。こっちじゃないねんや。こっちにあったんや。小川港魚菓子食堂さんに着きました。焼津港と小川港ってすぐやな。こんな近くに2つの漁港があるんだよな。すごいな。南マグロ定食1つと上海鮮丼が1つ。これお父ちゃんの南マグロ定食。これが上海鮮。釜焼きの単品ってできるみたい。食べれてからでしょ。一緒に食べるのが美味しいねや。買うの？何が売りですか？聞いちゃって、まだ全部が売りですって言ってあった。いただきます。20番。20番。うお、すごい。めっちゃ。すごい釜焼き。だってなんか美味しそうやってんもん。やっぱりマグロカレーと味噌汁も美味しいわ。こういうところの味噌汁美味しいです。ちょっと生しらすで苦手やって、冷凍もらうからかな。生しらすでも臭みない。やっぱり私あれ解凍の仕方が間違ったかもしれん。せっかく美味しいのもらったのに、お父ちゃんも食べてみよう。美味しいな。そう、みなし。卵も食べよう。めっちゃ美味しい。どう？美味しい。美味しい以外にコメントないの。これ聞いたらこれ食べてほしいな。私の前の人買っておいてくれてよかった。そうやな。よく昔したって言ってるけど。みんな知ってはるんだけど、これ南マグロセットやね、うん、この部位の違いで食感の違いとか味の違い分かる？分からんけどみんな美味しいわ。ちょっと脂肪分が多いなとか、これはあっさりやなとか。どうちゃんとこれ送れ、うん、ちょっとわかめもちょうだいね、うん、わかめと一緒に食べたら味分からへんじゃん、うん、ちょっと濃厚なマグロやな。この部位さ、ちょっと多分さ、ちょっとこう中トロからトロみたいな部分入ってて、うん、またこれと赤身とは違うわ。ちょっと濃厚で美味しい。美味しかったな。ほんまに。小川港魚河岸食堂さん、ありがとうございました。めっちゃ美味しかった。私が食べた上海鮮丼、あれは焼津港と小川港に水揚げされた魚をしてるみたいでね。お父ちゃんが食べた南マグロ、あれも美味しかったな。ほんでもうびっくりしたんがマグロの釜焼き。あんな何私がほじったんパカ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 食べてくれてんの。私そんな親切な人ちゃうの分かってるやん。自分のために身を取ってんのに、あんたパカ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 前から見とって、おかしいな。もう普段にはない親切。でももうまた焼津に来たら、焼津じゃなくても静岡のこの辺に来たらまた来たいな。ここ本当に美味しかった。それでは自宅に着くまで安全運転でよろしくお願いします。